小学生の娘と病気の夫を捨てて、私は不倫相手と駆け落ちした。15年前のクリスマスイブの夜だった。夜の仕事を辞めたかった私にとって、当時の不倫相手の財力はあまりに眩しかった。伝え聞いた話によると、私がいなくなった後、娘と夫は生活困窮に陥り、随分苦労したらしい。特に娘は学校でもいじめられ、私への恨みをよく口にしていたらしい。そんな娘ももう社会人になっている。お互いに歳をとり、和解するにはちょうどいい頃だ。正直に言うと今の私には他に頼れる相手もいない。今夜はクリスマスイブ、奇跡が起きる夜だ。親子が感動的な再会を果たし、やり直すには今日しかない。私は貯金をすべて下ろして、お風呂へ行き、美容室へ行き、服を買い、化粧をした。あの子の思い出の中にある、若くて綺麗だったお母さんに少しでも近づきたかった。そしてあの子の好きだったシュークリームをコンビニで、3個だけ買った。これできっとやり直せる。きっと喜んでくれるだろう。つむぎ、すまねえのだ。クリスマスだって言うのに。お父さん、それは言わない約束でしょう。でも、娘に立ちんぼをやらせて、食わせてもらってるなんて、僕は自分が情けないのだ。いいのよ。アーシュが好きでやっていることなんだから。それじゃあ行ってくるよ。帰りにシュークリームを買ってくるね。あ、気をつけてな。つむぎちゃん、大きくなったわね。帰って。え、今すぐ帰って。アーシュの前に二度と現れないで。つむぎちゃん。さあ、早く。ごめんなさい、しくしく。おい、どうしたのだ。大きな声を出して。なんでもないよ。それじゃあ行ってくるね。